林圭介は、福井県鯖江市出身の元プロ野球選手。福井県鯖江市出身。福井県立福井商業高等学校時代は、AS として2005年の甲子園に春、夏連続出場。チームメイトだった、斉藤優青いと共に、右の林、左の斉藤のツインタワーと称される一方で、春の大会では、ストレートが最速で、 時速 145km を記録した。同年の高校生ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズに2巡目で指名を受けて入団。入団後数年後に先発ローテーションの柱となる素材として期待された。なお、このドラフトでは斉藤も広島東洋カープからの3巡目指名を受けて入団している。ロッテ時代2006年にはイースタンリーグで公式戦12試合に登板。 零勝零敗、防御率6.75という成績を残した。シーズン終了後には、この年から9年ぶりに再開された、ハワイウィンターリーグへ派遣された。2007年には、イースタンリーグ公式戦7試合に登板。零勝2敗、防御率9.18に終わった。2008年には、イースタンリーグ公式戦5試合の登板で、零勝零敗、防御率11.81。 素材の高さを評価される一方で、請求力の悪さを指摘されていた。2009年には、1.2軍を通じて、公式戦への登板機会がなかった。しかし、2010年には、イースタンリーグの公式戦で25試合に登板。シーズン2さんの成績こそ1勝3敗 7S、防御率8.00であったが、フレッシュオールスターゲームには、イースタン選抜の一員として、 初めて登板した。2011年には、イースタンリーグの公式戦で、入団以来自己最多の30試合に登板。0勝2敗エースながら、防御率は自己最高の3.27を記録した。2012年には、イースタンリーグの公式戦14試合に登板。0勝1敗エース、防御率4.50の成績を残したが、一軍へ昇格する機会のないまま。 10月7日に戦力外を通告された。ロッテからの戦力外通告後には12球団合同トライアウトを受験。2012年12月5日に阪神タイガースが育成選手としての契約したことを発表した。背番号は117。2013年には7月23日に支配下登録選手へ復帰するとともに背番号を98に変更。 しかし、復帰後も一軍公式戦への登板機会がないまま、10月1日に、球団から自身二度目の戦力外通告を受けた。阪神在籍中の成績は、ウエスタンリーグ公式戦25試合の登板で、0勝0敗 0S、防御率6.38。2014年からは、性能運輸に入社、同社の公式野球部に所属したが、翌2015年の、 第86回とした抗野球大会終了後に退部した。性能運輸を退社後は、東京都内に就労移行支援事業所を開設し、代表を務めている。最速時速1 5 2キロメートルの速球と切れ味、鋭いスライダーが武器。ロッテ時代には2006年まで同性の林交際も在籍していたため、新聞やスコアボード上などでは、 林圭と表記されていた。阪神入団後の2013年には、かねてから林武介が日本人選手扱いで在籍していたことから、名字の読みは異なるものの、林圭と表記されていた。ちなみに、林武介も、林と同時に戦力外通告を受けている。ありがとうございます。